1号は、テイラー・ロジャースから放った、ドジャース64ジャイアンツ、日時間26日ロサンゼルス節目の一発で、偶然の一致が生まれた。ドジャース、大谷翔平投手は25日、日時間26日、ヨンドコロチで行われたジャイアンツ戦に、1番、指名打者で、先発出場し、8回に31号ソロを放った。これで、日米通算250号を達成した。そして、今季生まれたメモリアル弾には、兄弟が関わっていた。1点を勝ち越した直後の8回1し、アンダースローのロジャースの球を強振。右翼ポールを切れるかのような高々と舞い上がった打球だったが、見事にフェアゾーンに残り右翼席へ着弾。飛距離360フィート、約 109.7 メートル、打球速度 112.6 マイル、約 181.2 キロ、角度46度の一撃だった。これで、ブレーブスのマルセル・オズナが外野手に3差をつけ、ナ・リーグ塁打王争いで大きなリードを保った。打率、312もリーグ1位、74打点も、オズナに6差と三冠王も射程圏に捉えている。もっとも、シーズン序盤はやや、スロースタートだった。初アーチが生まれたのは、開幕9試合目、実に41打席を要した。くしくも、今季&ドジャース移籍1号が生まれたのは同じく、ジャイアンツ戦。そして相手は、同じロジャースだった。もっとも、この日打った、タイラー・ロジャースではなく、テイラー・ロジャース。両者は双子で、兄がテイラー、弟がタイラー。大谷は、ドジャース1号、日米通算250号という節目の一発を、ロジャース兄弟から放ったことになる。双子メジャーリーガーは、ロジャース兄弟で、史上10組目。その、希少な相手に、同じシーズンで、メモリアルな一発を放つことも、かなりの確率の低さだろう。持ってる男大谷らしいミラクルと言えるかもしれない。フルカウント編集部。